皆さんこんにちは。10月22日西宮市内でこの度阪神の2軍監督就任となった和田豊さんの就任会見が行われました。背番号は86になりました。8シーズンぶりにユニフォームに袖を通します。和田豊さんのコメントは、非常に緊張感もありますし、本当に身が引き締まる思いです。ここ数日は責任感というか使命感が湧いていますと、来季の活躍が期待されています。野球ファンの皆様にとっては和田豊といえば、あの出来事で思い出すファンも多いのではないでしょうか。和田豊二軍監督はどのような人だったのでしょう。今回は過去の経歴とこれまで監督時代に残した功績をご紹介していきたいと思います。最後までご視聴いただけましたら幸いです。和田豊、出身地千葉県松戸市、生年月日1962年9月2日、身長174センチメートル、体重72キログラム。和田豊次期監督の現役時代はというと、1984年にドラフトで阪神タイガースより足が使え小技がうまい2番バッターとしてレギュラーを獲得しました。1990年にはシーズン打率3割を記録しました。その安定した打撃から1番バッターとして起用されるようになりました。1994年にはチームの生え抜きで初の1億円プレーヤーとなり、チームの顔の一人になります。1997年には開幕から24試合連続安打の日本記録を打ち立てます。1999年には通算200犠打を記録しました。2001年に選手兼任コーチに就任しますが、シーズン終了後に引退を表明しました。その後和田豊は阪神の一軍監督に就任します。生え抜きの監督としては1998年限りで退任した吉田芳雄以来14年ぶりになり、就任会見では今の戦力に少しのスパイスを加えれば優勝できると発言しました。伝統のあるチームというのはそれだけで様々な重圧があります。特に阪神タイガースファンは野球の聖地である甲子園球場を本拠地とし、何かと厳しい関西のファンを抱えているだけに生え抜きの責任は重いものがあります。和田豊さんはそんな中、選手としてコーチとして監督としてなんと31シーズンも続けてユニフォームを着続けました。さて、ここまでが表の顔です。表面的な評価の裏にあるスパイチュと呼ばれた裏の顔をここからはご紹介します。まず先に説明しましたが、就任会見時今の戦力に少しのスパイスを加えれば優勝できるとコメントしましたが、いざシーズンが始まると早々と優勝争いから脱落。8月には自力クライマックスシリーズ進出すら消滅する低たらく。なんとか再開は免れたものの、残された成績はかつての暗黒時代に匹敵する低迷ぶりだったため、はよスパイスかけろよ、これはスパイシーですわなど、和田をあざけ笑う意味でこの表現が使われるように、ここから転じて和田本人および彼の鎮西杯をスパイスと呼び、人をこき下ろすことは全球団でもトップクラスの阪神ファンの完全なおもちゃとかしてしまいました。その後は藤波慎太郎を獲得したか、西岡剛や福留孝介、ブルックス・コンラッドに日高剛といった新戦力を補強。ちょっとどころではないスパイスを得た阪神と和田に注目が集まりましたが、例年のごとく故障者や調子を落とす選手が続出。上記の強化メンバーがことごとくファーム行きとなり、スパイシー二軍と揶揄されるありさまになりました。謎のスパイス、謎采配を加えられることで試合を急激に敗北に持っていく、その采配ぶりに徐々に和田監督の退任の声が上がっていくようになります。そんな最中とある一通のメールが世間に出回ります。愛しいな、おはよう、もう俺とナナはすでに運命共同体となっておりますので、どうか最後までお付き合いください。明日の晩は抱っこして腕枕して寝てあげるからね。ナナ、俺にもチュフは、まだお風呂かな、一緒に入ろう、今度ね、って、もう俺とナナは何でもありでしょ、また湯船に浸かって
ちょっと恥ずかしそうな顔の可愛いナナを見せたり、これは和田豊が不倫相手に送った、阪神球団史に名を刻み今も語り継がれるメール内容です。2013年、週刊新潮のスクープ記事にモノマネタレント星奈々と2005から2007年の間で不倫関係にあったことが発覚します。記事には和田の熱いキスメールも掲載されており、その内容があまりに痛々しいものであったことからスパイスをもじってスパイチという造語が誕生。さらに和田豊の家族の対応も、嫁、不倫相手に、あんな旦那くれてやってもいいが世間体があるからとりあえずは引けと手紙を送る、娘、自分の父親への怒号が飛び交う甲子園でビールの売り子をする、息子、関大野球部、朝起きて父親に向かって愛しいパパおはようシュッと言ってぶん殴られると、家族の神対応も後世に名を残す要因となりました。そのあまりの芸術点の高さや家族の温かで微笑ましい対応が評価された結果、現在は一種の定番ネタとして親しまれており、2015年の清田育宏の堕胎騒動、2016年のベッキー川谷絵音の不倫、2018年の福田純一財務事務次官のセクハラ発言、2019年の原田龍二の不倫、綾部翔の18股騒動、鈴木直弘のダブル不倫、2020年の西勇輝の不倫など、お騒がせ事件の文面や発言がクローズアップされるたびに和田のメールが比較対象として出されています。正直巨人坂本のケツ穴確定が霞むくらい、今なお和田豊のキスメールは称賛の声、毎年誰かしらが女性スキャンダルを出すたびにもその文面の痛々しさ加減を再評価されるという、まさに球界の女性スキャンダル史に他の追随を許さない不動の地位を築いています。その騒動後、2015年はカープが盛大に自爆したおかげで A クラスは確保しますが、シーズン前の公約である優勝争いには絡めず、クライマックスシリーズでもファーストステージで巨人にあっけなく敗北。さらに後ろ盾だった中村克弘 GM が東京遠征中に脳出血で急逝。このシーズンを最後に和田豊は退任という名の事実上の更迭に追い込まれ、和田豊は同球団の裏方に回っています。しかし裏方に回ったとて誰かが女性スキャンダルを出すたび、そのメールが世間に再度出回るので、現役時代、監督時代を知らない、もしくは野球を知らないという方でも広く認知されているというのが実情です。そんな和田豊が二軍監督を務めるきっかけとなったのは岡田彰布新監督の一言でした。いつまでネクタイしとんねんという言葉をいただきました。多くを語る方ではないので、その一言で十分気持ちは伝わりました。そこでよろしくお願いしますと即答させていただきましたとラブコールを明かしました。若手育成の重要なポストを任された和田豊次期二軍監督は育成方針について、岡田監督の方から守備重視と小さいことの積み重ねを大事にすることは私も全く同感です。やはり成功には近道はなしというか、基本の積み重ね、基本の反復練習の積み重ねが大事になると思っています。しっかりと指導していきたいと思いますと意気込みました。また野球は頭脳ですね。一軍に行くとどうしてもデータを分析したり配球を読んだりというところがすごく大事になってきます。そこら辺を一軍に行った時に困らないようにファームにいる時から少しずつやっていければと考える頭脳を使う野球の重要性も若虎に植え付けていきたいとコメントしています。一軍には岡田新監督、二軍には和田新監督がいるからこそ来シーズンの B クラス入りは許されません。しかし岡田監督もそもそも阪神ファンにとっては絶望人事、そこに新たにスパイスをもりもりと詰め込んだ今回の阪神人事にスパイ中和田豊次期二軍監督、かつて活躍した名将を揃え安易に勝ちに行こうという魂胆が見え見えで、阪神球団で名将と呼ばれた二人が退任の際どういった首の切られ方をしたのか、フロントは忘れているのではないかとすら思えて仕方ないです。その点は阪神ファンも不安視している部分ではあるみたい。 SNS の反応を見ると
もう来季の阪神はエンタメとして見るしかないやん。和田マジか。こんなんどないせえっちゅうねん。二人とも令和野球に対応できるのか。など暗雲が立ち込めるコメントが散見する状況。昭和脳筋野球が突然頭脳を使った野球というのは、信憑性がどうほどのものか。令和野球についていけるのか。もちろん結果を見てみないとわからないことではありますが、2023年は阪神タイガースの飛躍の年にしてほしいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。